皆さんこんにちは。日本火星 YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは NS ジャストフィラーの色についてです。 NS ジャストフィラーは内放しコンクリートやコンクリート二次製品の補修用製品です。過去にこちらの動画でもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。それでは実際に NS ジャストフィラーはどんな色なのかということで、弊社薄塗り補修剤である NS ポリマミックス5番と比較をしていきます。まずは区画分けしたコンクリート板を準備します。真ん中の区画にジャストフィラーを施工していきます。続いて右側の区画にポリマーミックス5番を施工していきます。こちらはそれぞれの硬化後の仕上がりです。左側がジャストフィラー、右側がポリマミックス5番です。打ち放しコンクリートの画像を重ねると、ジャストフィラーはコンクリート金磁色となっていることがわかります。コンクリート金磁色となっていることで、補修後の色合いの違いを再表現にすることができます。以上、打ち放しコンクリートなどの補修にはぜひ NS ジャストフィラーをご検討ください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。